令和の裏。事業再生団体がファンディング令和の裏です。裏、あ、はい、おはようございます。お疲れ様でした。本日は土屋さん、ありがとうございます。はい、一応完全オールっていう形で、うん、話がうまく進んで、はい、まあ、今回、まあ、この関係性のある小沢社長も見えて、うん、実際どうでしたか、感想は。正直あっち行ったらめちゃくちゃ怖かったですね。怖い。いろんな方も、もう準備してたものもあったんですけど、うん、その通りだなって思うことは全部言われましたし、事業としてやってないものではあったので、うん、その中でこう説明しながらやっていないことをやっているような形でも話さないといけない部分もあったので。なるほどね、なるほど。小沢社長どうですか、初めて出場して。いや、怖かったな、俺の方だぜ、マジで。失礼して、ね、全然だって初めましてでいきなりスタートするじゃんね。どういうことよ、と思って。いや、実際本当にこれガチで。ガチ分かった、僕らもこれ、もうその場でもらうような感じです。ガチ分かったけど、いきなり紙置いてあって、いきなり始まって、喋、はい、っていいんだか喋って悪いんだか、なんだか、何も分からないね。でも、街の方が緊張するよね。頑張ったね。偉いね。頑張ったね。偉いね。どうですか、まあ、同業なり、こういう、業種が近いじゃないですか。まあ、彼の、率直なもう一度感想、何かここで場でちょっと伝えれなかったこととかあれば。で、今の2代目社長なの、3代目社長なの。僕は一応3代目で。3代目だよね。でよくほらな、なんだろう、2代目社長とか3代目社長とかいるんだけどね、やっぱじゃあ自分がなんか大きくしたんだ、なんかお父さんお母さんより自分が頑張ったみたいなね。ね、そういうなんかふざけた経営者が多い中、あんなお父さんにね、借金まで背負わされたんでしょ。まあ、背負わされてはないですけど。ないんだよね。それでも一切お父さんバカにしないじゃん。ね、そういうとこが素晴らしいのよ。ありがとうございます。でもやっぱ何するにしたって最初が大変なんだよ。ね、お父さんが儲けられないにしたってね、うん、そこをバカにしなかった。ね、それはもう俺大好きだね。あれバカにしてたら俺絶対面白い。確かにね、今回結構こう人柄とか、うん、まあその内容もしっかりですけど、うん、まあ、彼の人柄で結構皆さんが、うん、まあ、いいんじゃないみたいな、うん、もうその流れで、うん、もう僕も、あ、じゃあ行きますみたいな。うん、で、その後に、うん、岩井さんが、うん、いや、ごっさん出さないなら俺出したよなんていう、あんな一言僕もちょっといただいて、あ、なんか考えが間違いがなかったんだなっていうので、僕も本当に変な意味でちょっと緊張感のある、うん、全然僕喋ってないですよ、実は本編で。なんかこれどうしたらいいんだろうっていうことをずっと考えてて、だから質問も思い浮かばないし、うん、ね、他の虎連中がこうバババババって、うん、言ってる中の返しを彼がうまくやってるとこを聞いて、うん、わーすごいね、この社長連中相手にきちっと喋ってるんですよ。で、うん、まあ本当ね、お父さん両親のこととか、うん、まあ両親も結構覚悟決めて今回事業再生するっていう、うん、まあいろんなその部分がなんとなくこう、もうひたすら黙ってたんですけど僕も、うん、聞いても最終的にああいう決断ができたっていう、うんうん、まあ小沢社長がわーって言っててくれて、うん、僕何にも喋ってないなと思いながら俺が喋りすぎたけど、ね、まあ、本当そういった形で、まあ、今回こう終わって、まあ、今後またそのお話いろいろさせてもらうにあたって、まあ、うん、なんていうんですか、こうちょっと何かご意見とか、うん、例えば、うん、せっかくここでね、小沢社長とお会いして、うん、まあ、今後何かね、いろいろお付き合いも出てくるかもしれない。でも、もし何か頼みたいことだったら今のシーンで。そうですね。僕に頼んでも、その建築のこと全く分かんないから。うん。うん、何かあります？あ、でも、まあ、撮影の感想もあるんですけど、うん、あ、ぜひ。トラの方たちより、一番僕がこの現状を作ってしまったと思ってたんで、実は僕が一番冷や汗、変な汗ずっと返してたんで、でも、最後はなんかやっぱ皆さん社長だなと思って、うん、あ、話こう子供っぽくなく最後うまく回るんだなとは思ったんで、うんうん、そこはちょっとさすがだなって思う部分と、うん、まあ、今おっしゃっていただいたように、うん、内容に至ってはもう本当ブラッシュアップしていくこといっぱいあると思いますし、うん、まあ、数字のところも僕の、まあ、僕の中ではちゃんとできてるかなと思う部分もあるんですけど、うん、やっぱりプロの目線で、うん、まあ、僕もプロとしてはやってるつもりではいますけど、うん、どこまで行ってもやっぱり現場に出てるっていうのは日は短いので、うんうん、そういう部分も含めて、うんうん、
なんていうんですかね、こういろいろとコミュニケーション取れればなとは思ってます。うんうん、これは面白いと思うよ、本当に。あ、そうです？うん、だって本当に面白い。まあ、これは、だって俺がやりたかった。やりたかったんだろう。こういうことにも興味はあるんですか？僕もあの、まあ、動画を拝見させてもらってるんですけど。いろんなことに手出すですよ、仕事とか。それでね、頭おかしくなっちゃうんですけど。そうで、これでこういうのも考えたことはある、もう。全然これありだな、ありだなと思って、まあ、令和の裏なんで、あの少しここの場借りて、本を出されるっていう、うん、ああ、そうだそうだ、本が出ますここにじゃあ何か入ってる、ね、3月の3月の末、角川さんから、僕の辞典が出ますので、はい、ぜひ、全国の書店がぜひ、226ページ、1600円、印税が 5% です。ぜひ、よろしくお願いいたします。もう本当にはい、ぜひ、いろいろチャンネルとかもやられてるので。すいません、今日は中生意気で、ありがとうございます。今日は楽しい時間を。すいません。こちらこそありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。キャラじゃないんだけど、よろしくお願いいたします。いえいえいえ。はい、じゃあ、事業再生版、あ、まあ、そうですね。最後なんか、一言、この視聴者さんに。なんか思いでもいいし、今日の本当に感想最終的にこんなでしたとか。そうです、一応授業をやってきてるとはいえ、僕としてもこう成功してるとは一切思っていないので、そういうところはこれから僕としても父とこう綺麗に代替わりができれば社長像っていうのがあったのかもしれないんですけど、そういうの全くなく独学でここまで来た部分も正直あるので、そういうところは今後関わる方々であったりとか、そういうところからもまた吸収できればなと思ってますので、そういうところを期待しながらも関わっていこうかなと思ってます。はい、じゃあ小沢社長も今回ありがとうございます。いやいや、ぜひまたいろいろ応援していただくという形でよろしくお願いしますね。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。事業再生版タイガーファンディング令和の裏でした。はい。